ブロンシア・コラー・アピネルはオーストリアの画家である。現在のポーランド、ポトカルパ・チェケンのサノクのユダヤ教徒の毛織物の製造工場主の家で生まれた。1870年に両親とウィーンに移った。画家のロベルト・ラープとアロイス・デルークから絵の個人教育を受け、1885年には展覧会に絵を出展するようになった。1885年から2年間。 ミュンヘンの女子美術学校でルートビヒヘルテリヒに学んだ。ウィーンのキュンストラーハウスで開かれる展覧会やミュンヘン、ライプツヒの展覧会で出展した。1896年にカトリック教徒の医師、フーゴー・ケラーと結婚した。はじめニュルンベルクで暮らしたが、1902年にウィーンに移った。ウィーンで前衛的な画家グスタフ・クリムトを中心とする画家グループと交流した。 1904年にウィーンに近いバーデン軍のオバーワルターズドーフの屋敷を相続し、その屋敷はウィーン分離派の建築家のヨーゼフ・ホフマンとデザイナーのコロマン・モーザーによって改装された。この屋敷にはオーストリアの有名な芸術家や科学者が客となって招かれた。第一次世界大戦後は表現主義の画家アントン・ファイスタウアーやアルベルト・ギュータースローラーとも交流した。 印象派やアール・ヌーボー、表現主義など近代の様々な美術運動の芸術家たちと交流しながら人物が野生物画を描いた。ありがとうございます。